よし、野球部残留成功。何？あー、なるほど、影響がなくなった。それは残念。そのうちに貸したかったな、効果があるうちに。おい、なんだよ、卓球最悪だ。あー、せっかく上げてる宗師さんが。23,000。おい、マジか。2年目、まもなく3年目になろうという人間の貯金か、それが。あ、いいね、ところ生命と、よし、打撃を変えてこい。あー、まあそれでいいや。オッケーオッケー、それでもいい。あ、それの方がいいな。うん、うん、おーい、とりあえず会社の調子上げてみんなの調子上げよう。するとゼフ長じゃねえか。ナイスコーヒーイベント。あ、しかしパワーが結構下がってるのがきついな、これ。お、よし、よく寝れた、いいね。サーボくー、ゴキブリか、言うな。あ、いいね、ドクロ、よし、ドクロやれ、ドクロやるんだ、持ってやっちまえ、いいぞ。よし、特急連射、素晴らしい、いいぞ。さぞかしあの黒木投手はどっか相当な悪影響出てほしいけど。トスバカ、ちょっとミート B とか目指せないかな。あ、そうしたらめっちゃさ、あ、そうか、給料払ったらそりゃそうだわ。あ、じゃあ給料じゃねえわ。まあいいや、はい。パワフルボスさん。ああ、パワフルボスは別に、なんだろう。タイマンでも割と勝てるからな。キャッチャーの癖、え、それ超欲しいんだけど。給料アップやったぜ。ソウルを見てもらおう。一番星自動車、打撃あんま変えられてもなって気がするけど、まあいいや。あー、もう大会が近い。
あ、バカ、寝る意味はじゃなかった、特に。よし、業績はかなりいいぞ。ここで一気にちょっと能力上げておこうか。今週から大会。あー、ミート上げたかっ、そう上げたかったけど、技術80も必要なのか。そしたらとりあえず肩 C にしておくか、外野だし。ちょっと業績良くしておいて、絶好調で、できるだけ会社をいい状態で持っていこう。相手はどこだ。おー、来た、ドクロ。今回投手力、だいぶ下がってるはずだから。嘘だろ。なんだ、なんだこの裏切り。ありえない、ありえない。こんなん勝てるわけないじゃん。マジかよ。なんで？何が？え？もしチームメイトの信頼度が関係してくるの？信頼もクソもないけどね。もう、問答、おーっと、よし、リード、来た、来た、来た。ついに接触を晴らすときが。入れ入れ入れ、あー惜しい。さあ来い。よし、やっぱ投手能力下がると打ちやすいね。さすがに。さすがは水戸さんや。ゲ。面白い。やべ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 、まあいいまあいいや、三塁行こう、先ランナー、いい、三塁ランナー優先。ちょっと個別走塁が苦手なもんで。結果オーライ、よし、いいね。抜けない、よし、ぬ、よし、オールセーフ。悩んだ。いいよ、一発のある森。107キロ。ダメか。内野、ダメだね。ミート打ちは。よし、値千金の3点リード。走力速い、やばい走力。すぐ守備位置つけたわ。すぐだ、あの補給位置に。やっぱ機動力破壊だな、時代は。まあ、時代っつっても20年前だけど。よし、あー今ボール球だったな、わざわざ打たんでも。ラッタラララッタラララッと、あ、やっぱ足あるわ、違うわこれ、全然走力あるだけで。
機動力破壊だ。間違いない。この方向性間違ってないわ。守備にも影響あるしね。バカお前何よ、何しとん。まあ、自分が悪いんだけど今の。いやそんな悪いか俺今の。あーダメか。ピッチャー交代。大丈夫、後続にはちゃんと必要いるから二人。じゃあここは中島、彼がエースの方がいいんじゃねえかというものの能力。あ、インフィールドフライか。クソ、宣告されちったよ。見事、よし、オッケー。ちょっと能力盗塁できんだったらしよう。やば、なんだこれ。なるほど。あー盗塁しとけばよかった。いや、いい守備。よし。よりによって一番 足の遅いピッチャーで取りに行っちゃったよ。バカタレ、危な。肩もいいね、なかなか。よし、いいぞ、雪辱晴らすぞ。来たー、晴らせた、なんとか。よかったー。このままもうドクロに3連敗して終わるのは嫌だなと思ったんだよな。よし、で2回戦誰、一番星自動車とか来るのかな、可能性として。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。ん、ちょっと待て、今、嫌だな、ウカ。おーっと、ちょっと待って、嫌なの